さんこんにちは、木曜日、うん、4時から、はい、またまたスタートいたしますけれども、はいはいはい、よろしくお願いいたしますということで、ラジオのお聞きの皆様、また、はい、美容健康ウェルネス、ね、いろいろお話ししていきたいと思いますので、はい、また1時間お付き合いいただきたいと思います、はい、私パーソナリティ下地幸恵と申します。そして今日は、今日2人なんですね、ゲストさんの中でね、はい、名護から蝶セラピーを、はい、専門にやってられてね、もうなんだろう、ビューティー蝶セラピストだっけ、うん、でその彼女、うん、ヒーローさんが、はい、今日は私と一緒にお話しさせていただきます、うん、よろしくお願いしま す、お願いしますということで、うんうん、じゃあヒロさん、またいつもちょっと最初にね、簡単に皆さん、うん、毎回ですけど、うん、そうですね、ちょっと自己紹介してるので、はい、お願いいたします。はい、じゃあ、まあ初めましての方、はじめまして、はい、初めまして、いや毎日のように会ってるけど、あ、そうですね。はい、私は、まあ、名護を中心に、ね、拠点にね、蝶セラピストとして、まあ、活動し始めております赤嶺ひろ子と申します。はい、まあ、蝶セラピストなんでね、今、まあ、腸活ってね、うん、皆さんすごい意識してらっしゃると思うので、うんうん、まあ、そういう情報を中心にね、皆さんに、まあ、腸活の情報をね、どんどん発信させていただこうかなと思っております。よろしくお願いします。お願いいたします。はいはい、ヒロさんとのもで、うん、今日もうラジオ何回目だろうね、うん、もう3回とか、うんうん、あ、3回ぐらいか、このぶっちゃけのやつですか、4回目ぐらい、うんうん、はい、で、あのね、すごいんですよ、私一緒にこうやってラジオ今、うん、お声出させていただいてるんですけど、うんうん、本当ヒーローさんとはね、前回ここ始まった時にお話ししたと思うんですけど、うんうん、あの時ね、まだ出会って1ヶ月ぐらいなんですよってことを話してたんだけどそうそうそう、まだ本当に2ヶ月とか経ってなくて、うん、そうなんです、こんな出会いもあるんですよ皆さん、ね、Facebook で、はい、Facebook からつながって、うんうん、で、私はいろいろセラピストだったりエステティシャンだったりしたんですけど、うん、私のやってない分野で、うん、腸内環境をね、うん、本当にこう癒しのハンドで、うん、なんて言うんだろうね、お腹の上から揉むみたいなね、うん、そうですね、うんうん、それで皆さんの、ね、腸をこう改善させていくっていうお仕事をしていて、うん、その腸セラピストさんっていっぱいいるらしいんだけど、うん、そのビューティーってつくのが沖縄初なんですよね、うんうん、そうなんです、ね、まあ、いろいろね、なんかある、うん、んですよ、腸セラピーでもね、うんうん、有名なところがなんか知念山さんとかっていうところがね、そう、うん、あるんですけど、うんうん、私のは、まあ、ビューティー腸セラピーって言って、うんうん、工藤真希さんという方が考案したものなんですね、うんうんうん、はい、なので私はもう沖縄初第1号、うんうん、でまだ第2号はいません、いないいないいない、なっちゃうかな第2号にどうぞお願いしますね、え、そう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 、そうなんですって、うんうん、なんかそのほら腸セラピストとか、はい、まあいろいろほら、うん、なんとかセラピストとかあるけど、ええ、その前にそのビューティーってつくと、うんうん、やはり女性の綺麗になるのに対してみたいな、そうですね、なんかそんなイメージって湧くじゃない、うん、そうですね、それがいいよね、 ありがとうございます、なんか腸セラピストって腸っていうだけで、うん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 、もう腸何か言ったんだろうみたいなそうそう、うん、なんか腸はもう今ね、うん、毎回このね、ラジオでも、うんうん、もうすごく話題になるんですけど、うん、もう腸って本当に大事なところだっていうことが、うん、もうみんな分かってきてる時代じゃない、今、よかったですね、ちょっと前まではね、なんかね、そうなの、うん、知らなかったよね、腸ってね、うんうんうん、何が必要だった、ちょっと前って何だったんだろうね、うん、健康に一番大事みたいな、なんでしょう、なんか水素がね、そう、錆びるとかね、そう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 、うんうん、腸じゃなかったかな、なんかね、うん、あんまりフォーカスされてなかったかなと思うんですけど、うん、内臓じゃなかったよ、健康っていうのは例えば筋肉がついて、うん、元気な体みたいな、うんうんうん、そんなイメージだったので、まさかその腸がっていうことをね、うんうん、ここもう5年10年ぐらいの間なんじゃないですかね、知られてきてるっていうか、みんながもう知ってる、うん、腸が大事ってね、うんうん、よく私も茶谷にサロン移ってるんですけど、うんうん、なんかそこでもいろんなお話してて、うん、腸の話すると、うん、そう、うんうんってね、みんなすごいうなずくよね、だからみんながみんなね、もう多分分かってきてるんですけど、うんうん、す、皆さん腸の調子はどうでしょうかっていう ね、うん、なんか無理くりそこにつなげてるっていう感じなんですけれども、うんうんうん、もう今日はラジオの、あれやってなかった、うん、ほらぶっちゃけ
あ、そうだすみません、なんかねここのとこ連続でねちょっとそこ調子悪いんですよもうパタパタでね、はい、一応あの、はい、お決まりなのでね、はいはい、やらせていただきますけれども、はい、せーの、ぶっちゃけ本物美容クラブパチ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 今更ですけどね、すみません本当に毎回毎回ちょっとお聞き苦しい点があると思いますけれども、はい、これ多分ね 2,3 ヶ月したらばスムーズにいくと思うので、はい、それまで皆さんそこお付き合いいただきたいと。かかりますからかかっちゃうの、ね、すごいすごいかかっちゃうのもうそう、よろしくお願いいたしますっていうことでね、うんうん、今日その長の、うん、プロフェッショナルですね、あ、まあ、本当言ってしまえばプロフェッショナルの方なんですけども、そのいつもねここのラジオでもサブパーソナリティに入っていただいてるヒロさんと、はい、私がもういろんなね、うん、今日こそなんかめっちゃぶっちゃけちゃうかもね、うん行きましょうね2人だからね、はい、なんかある意味 ある意味ねはい、はい、うん、で、うん、昨日この間なんだろ こうゲストさんに入っていただいて、うん、とても勉強になるじゃないやっぱり、うんうん、そうですよね、いろんなお話、ね、やっぱり自分の違う分野っていうところで、はい、ですごく真剣になる、うん、まあラジオ番組っていうイメージと、うん、もうぶっちゃけで、うん、そんなこと言っちゃっていいのみたいな、うん、ちょっとピーなるぐらいの前の感じでうん、うんうん、それもやりたいし、うんうん、ちょっと女子のカフェ風でおしゃべりしてて、うん、よく女子がほらランチとかね、うん、飲み会の時になんか普通に話題にしてる、うん、ヒロさんと私が最初に恋バナをした時のように出会った時には恋、ね、そう恋バナをしたんですよ私はベッドに寝て蝶を揉まれながらなんか急に相談したくなっちゃってねこれ衝撃的なそう、そんな中から始まった私たち2人なので、うん、ちょっと期待していただけるのぶっちゃけいただけるだけも出るかも出るかもしれないということでね、うんうんうん、今日始めさせていただきたいんですけれども、はい、今日どうしようかな、どんなあれにしようかな、うん、っていうか私たちほぼほぼね、うん、アドリブなんですよ、だから間違っちゃったりとか噛んじゃったりとかめちゃめちゃするんですけどうん、うん、まあそれもいいかなみたいな、そのぐらいでいきましょうか、そうゆるくゆるくみたいなうん、どんな流れにしようか、うん、どうしましょうね、うん、何が一番って、まあ超超超超超超なんだけども、うん、なんか多分皆さんさ、うん、きっと聞きたいこととか、うん、なんか面白いことがいいじゃんやっぱり、うんうんうん、まあ超は真面目なことで絶対必要なことなんだけどうん、うん、私がサロン辞めた話とかも聞きたいかなとか思ってね、うん、まあどうでもいいかっていう人がうか、うん、なんかそんな話とか、うんうんうん、まあいっか流れでやろっか、うん、はいさっきスムージー買ったのこれ、あーね、美味しそう、健康になるスムージーなんだってこれ、ね、もう何でもいいから早くできるの作ってくださいって言ったらそう、なんかこれ以上健康になっていいんですかって言っちゃった元気になって知らないのに知らないのに、うん、うん、じゃあ次のコーナーから、はい、よし本格的にいろんな話をしていきましょう、一回おやすみ、はい、では本格的にお話ししていきたいと思っておりますが、はい、ヒロさんのところで、うん、はい、何か今すごい、うんうんうん、なんかコースみたいにやってるよね、なんかコース、はい、
皆さん、うん、腸 の、 私最初受けた時こう腸を、はい、お腹の上、うん、お腹の上ってお腹なんだけど、うんうん、お洋服の上から、うん、こう優しくマッサージしてくれるような、うん、なんかお母さんがちっちゃい、うん、私がちっちゃい子供の時の時に、うん、こうお腹痛いとか言ったらこうお腹をさするような、そう、なんかそんな感じだったのが、うん、あれのコースなのかな、なんかヒロさんとこの、うん、ほら、うん、今やってるのあるじゃん、ストーリーとかに上げてるやつ、うん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 、ね、あれはどんななんですか、あれちょっと気になってたんだよね、うん、ありがとうございます、うん、まあ、通常の、ね、メニューがそれで、まあ、90分で、まあ、優しくね、うん、こうマッサージしていって腸内環境を整えてっていう、うんうん、やつなんですけど、うん、ちょっと私7月からですね、うん、もう特別メニューっていうのを作ったんですよ、うん、そう、その特別メニューっていうの気になるの、そう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 、うんうん、これがですね、1ヶ月でもう短期集中して、うん、腸内環境を劇的に改善大プロジェクトっていうすごいタイトルつけて、うんうんうん、もう7月生をね募集して、うんうん、3名限定でやってるんですけど、うん、もうすぐ埋まっちゃったんですけど、うん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 、でなんでこれやろうかなと思ったっていうと、うん、やっぱもう真のね、うん、美と健康を考えた時に、うんうん、もう腸内環境を整えることなくして、うん、もうありえないんですよね、でもそうなんだよ、そうそうそう、本当にそうなの、そう、うん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 、なのでまず一気にそれをやる、うん、やらないと、まあ、要するに土台作りなんですよね、うんうん、器作り、うんうん、それをやらないともう全くもうスタートライン立てないというか、うん、もう意味がないんですよ、うん、だからもう真っ先にそれをやりたいと、うん、いうことで、まあ、立ち上げたんですね、うんうんうん、でやっぱり皆さん興味あるからやっぱすぐ埋まっちゃって、うんうんうん、今8月生も募集してるんでね、うんうんうん、ぜひってところなんですけども、うんうん、そう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 、でこれね、まあ、ぶっちゃけ本物美容クラブだからぶっちゃけなんですけど、うんうん、実はいっぱいぶっちゃけで、そうですよねだから実はそんな1ヶ月でね、うん、その腸内環境を劇的に変えるって、うん、正直に言うと難しいんですよね、だよね、はい、うん、だって蓄積されてるもんね、そうなんです、何十年もね、そうなんです、ね、お腹の中に、そうなんです、そうなんです、うんうん、あのね、長いこと便秘で悩まれて、ハンバーガーとかね、いろいろ、ねね、ジャンク、ね、うん、フードとか、そうそう、うん、そうなんです、あの長年便秘で悩まれて、まあ、そういう食習慣とかね、うんうん、生活習慣とか、うん、あと心の状態とかもすごくあの関係してくるんですけども、うんうん、はい、ね、腸とねすごい密接にね感情って関わってくるので、うん、やっぱストレスに弱い臓器なんでね、うん、そういうところがあるので、そんな1ヶ月そこらでね、その腸セラピーのこのマッサージだけで劇的に、ね、改善するっていうのはほぼほぼちょっと難しいんですね、うん、正直に言うと、うんうん、ですが、じゃあなんで私がこれをね思い切って、じゃあ1ヶ月短期集中ですとか言って言えたかっていうと、うん、実はすごい、もう本当にすごいなって思うサプリに出会ったからなんですよね、うん、あれ入れるんだ、そうです、 あれはですね、そうなんだ、そう、やっぱり中からと、うん、腸セラピーの外からっていうのを両方アプローチしてら、うん、あ、もうこれは1ヶ月でやれるかもしれないと思って、っていうかもうやらないといけないから、うんうん、もう早急にやらないといけないから、うん、もうとにかく短期集中でやりましょうと、うんうん、このまあ一応ね腸のスペシャリストとして、うんうん、まあ、腸セラピストと共に、うん、もう本格的かつね本当になんて徹底的にスポコンドラマみたいな、そうそう徹底的に一気に一気にやるっていうのがね、うん、大事なんですよ、うん、そう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 、あ、そっか、うん、あれ入れるんだ、そう、あ、だったらもうバッチリじゃない、そうなんです、うん、ね、うん、フェレグレースっていう会社から出しているスキンエレクサっていうのを、うんうん、ね、もうプレゼントしちゃいます、あ、そう、それ私行くよって私いっぱいあるよプレゼントしちゃうんですよ、もう、うんうん、それぐらい自信のあるもので、うんうん、もうプレゼントしちゃうから、もう本当に多くの方に知ってほしいし、うん、っていうのでやります、うん、腸セラピーと、うん、あとよもぎ蒸しって言ってね、温活って感じで、うん、これセットでも4回ですよ、だから、うん、え、あれ4回セットなの？月にだからもうだから1週間に1回って感じですよ、まあ、週1行って、うん、もう一気に改善しちゃうって感じ、それにさ、何、よもぎ蒸しも毎回つくの、うん、そうそうそう、だからぶっちゃけあんまり儲けないんですよ、とにかく私は広めたいから、うん、皆さんのか、何、それ金額言っちゃってもいい話、金額はい、一応ですね、うん、もうだから4万円ですよ、1回1万円ってこと、そう、腸セラピーついて、よもぎ蒸しついて、 そして例の私の大好きなあれがついて、そう、あれはもうプレゼントですから、それさ、プレゼントで、あと、そう、もうそうそう、あと食事とかね、生活習慣のアドバイスとかもさせてもらうし、うん、それはすごいよ、あとは腸もみセルフケアっていうの方法も教えますし、うん、それも教え、何、お家、まあ、ホームケア的な、そうです、ホームケアっていうかセルフケア、そうそうそう、自分でできるお家でね、うん、やってね、そうそう、まさにホームケアですね、うんうん、そう、だからセラピスト仲間とかがもう
すごいよヒーローみたいな、うん、そんなもう桜みたいなコメントだけどさとか言って、もうちょっとねすごい安いっていうかね、うん、安いよ。そうだ、私もだからもう安いっていうかすごいとにかく伝えたいから、うんうん、とにかくそう、それだけでやってますね、うん、で、うんうん、あの多分ラジオのお聞きの皆さん、私と今ねヒーローが喋ってるのが、うんうん、ちょっとわけわかんないなみたいな、そのスキンエリクサーって何とか、うん、そのまあよもぎ飯って何みたいのがあると思うんですけれども、うんうんうん、スキンエリクサーって、私が今もうサロンを辞めて、うんうん、エステサロン那覇のサロンを辞めたって毎回言ってるんですけど、うんうんうん、もうそれを辞めてまでって言ってたらちょっとあれなのかな、うん、でもそうなんだよね、うん、実際はぶっちゃけそうやめて、うん、そのいつもあのお知らせあのこう SNS でもね、うん、発信してる奇跡のサンプッシュっていう、うん、本当に再生レベル の, あの美容液、生の美容液があるんですけど、うん、そこと同じところで出している、うん、あのスキンエリクサって女神菌っていうすごい乳酸菌が入って、はい、まあ、腸内環境と糖化対策と、うん、もうインナービューティーですよね、 それが全部一つに入ったサプリメントがあるわけですよ、うん、はい、私たちはもう奇跡のスーパーサプリと呼んでるんですけど、はい、これのことなんですよ、うん、そのね、あの今お話ししてるのが、はい、それをつけて、ちょっと私まとめていいですか、どうぞ一瞬お願いします、はい、それをつけて、うん、そして今よもぎ虫って言葉があったんだけど、うん、そのよもぎ虫っていうのはそれもあの私もやってたんですよ、そのサロンで、あの基本あのよもぎ虫からスタートしたサロンだったので、うん、もうとても女性によくて、うん、骨盤内を温めて、うん、膣からダイレクトに、うん、もう温活ですよね、そうです、そう、それをつけて、うん、そして沖縄初のビューティーセラピスト、ビューティー腸セラピストの、うんうん、腸セラピー、うん、腸セラピー、腸もみっていう、マッサージ、うんうん、それもつけて、うん、そして、うん、何と食事とか指導して生活の気をつけてとか、うん、で、はい、あとはもうホーム、うん、あのお家に帰って、うん、自分でセルフケア、毎日できるセルフケアを教えして、 それで1万円なんですってとか言って、これあのすごいことなんですよ、うん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 、私今でもあのサプリつくと思わなかったね、うん、あれつけたら、あれつけて、あ、4万円ですね、4万円、あ、4万、あ、うん、そうか、1ヶ月で1回1万円でしょ、1回、そうそうそう、1回か、うん、1回1万円で、でも、うんうん、あのサプリと、うん、多分ヒーロンのその、そう、あの主義っていうか、うん、あれだけで多分普通、うん、通常のそういうサロンさんだったら、うんうん、2万5000円ぐらいとかするよ、1回だと思います、っていうか、うん、てか私だから90分ね、1回1万円でやらせてもらってるんで、ちょっと待って、すいません、もう1回ですか、うん、はい、90分、そう、90分、90分揉むの、そうです、これは、うんうん、ラジオの聞きの皆さんいいですか、うんうん、あの名護なんですけれども、はい、これ絶対行った方がいいね、うん、ちょっと名護遠いですけど、うん、でも、うん、もうヒーローさんのその主義が90分つくことと、うん、多分ね、うん、もうそことね、うん、私も受けたことありますけど、うん、はい、それとあの本当にスーパーサプリメントが、うん、あれ一箱つけるんですか、1箱付けします、そうです、1ヶ月分つけちゃうの、はい、もう丸々1箱、うん、それがついてることだけでうん、うん、そうそう、それすごいやばい、そうそう、うんうんうん、これ良くなりますよ絶対、そう、うん、だから分かる、その1ヶ月で集中しちゃってやっちゃうっていうの、そう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 、ちょっとだから先ほどねお伝えしたように、ちょっと腸セラピーだけではなかなか難しいので、うん、そうやって中からも外からもっていうので、うん、もうこれのねサプリに出会って、あ、これだったらいけると、うん、1ヶ月で短期集中いけると思って、うん、そうです、いいね、そうです、これ行った方がいいですよ、名護だろうがどこだろう、石垣だろうが宮崎だろうが、はい、違うけどみたいな、自信持ってやってます、うん、そうなんだ、やっぱ すぐだからね、もうね3人きね決まったんで、うん、あ、うん、やっぱり皆さんすぐだなと思って、うん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 、やっぱり超気にしてる人いるよね、特にあの、まあ、女性も多いのはやっぱ便秘とかっていうのが一番多いんだけど、ね、あのスーパーサプリって、うん、あれなんですよ、あの、うんうん、私いつもあのこうお伝えするときに言ってるのが、うんうん、その便秘を治すとか、うん、あの例えば綺麗にして吸収良くするとか、それだけじゃなくて、うん、もう土台を作ってしまうので、土台、うんうん、腸の土台っていうのは結局、うん、要はちゃんと腸の機能をするような腸にしてくれるんですよ、うんうん、あ、そうそう、本来のね、そう本来の、そう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 、ね、それで結局腸が土台を作ってくれれば、うん、もう健康の底上げになるので、うんうん、だから健康になったってことは、うん、痩せるしとか言ってね、うん、あ、そう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 、体調良くなるし、そういうことですね、私みたいに疲れなくなるし、うん、スムージーもらっちゃったけど、もう本当に腸って大事だとつくづく思う、うんうん、最近本当に思います、本当で、なんかほら、うん、いろいろ、まあ、あのこのあのトレーニーのその、うん、ニーナちゃん、はい、あ、ニーナちゃんトレーニーじゃん、ニーナちゃんの
お友達トレーニーの、うんうん、今度ねゲストさんにいらっしゃってもらうんだけど、はいはい、そのトレーニングももちろんいいじゃん、うん、もちろんほら筋力をさ鍛えないと、そうそうそう、もうおじいさんおばあさんになってさ、うん、歩けなくなっちゃったりするから、うんうん、でもそこだけじゃんやっぱ中もやんないとダメなんだよね、うん、そうです、うん、だからやっぱり彼女なんかは、うん、食べ物とかもやっぱ気をつけてるし、うん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 、そうだけどまあ気をつけていても、うんうん、やっぱりこう蓄積されていくさ、うん、なんかいろいろあるんでしょ、その腸の中。そうですね、とにかく出さないといけないですね、やっぱり、うんうん、まあデトックスしてきれいにするってことだよね。へえー、すごい、そうだったのね、うんうん、私なんか特別メニューとか書いてた、特別って言葉だから大好きだから、うん、スペシャルで、そう、あらひろさんなんかやるよこれみたいな感じだったの、うんうんうん、今度ラジオの時聞こうかなと思ってたんですけど、 ありがとうございます。なんかそうそう、パッとね浮かんだっていうか、そのだからやっぱエリクサの、まあね、うんうんうん、すごいですけどエリクサとの出会いで、うんうん、それが、うん、いやあれすごいよ、本当に私すごいと思う、うん、すいません、ここから今ね普通にランチでね、うん、喋ってる風になってますけど、うんうん、あれすごい、もう効果が、うんうん、あれ10月からなのよ、あのエリクサって去年のね、去年ので、あれを私本当お伝えしてて、うん、10月からもう毎日毎日きちんと飲み出した人たちが、うんうん、もうすごい効果だからね、いろんなところで、えそんなこともあんなこともみたいな、うん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 、だからこれはすごいなって、で、うん、悪いことが何にもないの、そうですね、ありとあらゆるいい変化がね、そう、うんうんうん、すごいなと思って、うんうんうん、でただ、うん、たまにガスだまりする人がいるのよ、うん、そう、お聞きの皆さんあれなんですよ、ガスだまりってお腹の中にこうガスが溜まっちゃってこうお腹が張ってくるみたいな感じなんですけれども、あれってやっぱ腸の中がよろしくない状態だった方がなったりとかしてる、うんうん、様子見てるとね、そうですね、うんうん、まあまあなんか良くなろうとする時のね、うん、感じはそういうのはねあるから、うんうんうん、そう、でもね内地の、うん、方いくつかな、70いくつかな、70超えてる方なんだけど、うん、その最初ガス溜まりしちゃって、うん、もう大変大変って、もうこんなサプリ飲めないわぐらいな感じだったけど、うん、土台作りの途中だから、うん、ちょっと頑張って飲んでみたらみたいな感じで言ったの、うん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 、そしたらもうじゃあのもう飲んでみるって言ったらお腹痛くなっちゃったんだってすごい、うんうん、それで病院行ったんだって、うん、はいはいはい、でレントゲンだとか、うん、CT とか MRA とか、うんうん、なんか撮った時に、うん、なんかそれ聞いたら恐ろしくなったんだけど、うん、腸がほらグニョグニョグニョって映るじゃない、うん、その腸壁に黒い影がなんかあったんだって、うん、でそしたらお医者さんがその方に何か飲まれてましたか他にって、うん、いやこのサプリメントと、うん、センナっていう便秘の人がもう強烈にお腹痛くなっちゃうやつ、はいはいはい、なんか聞いたことありますよ、うん、そう、あれをなんか飲んでたって、それずっと飲んでたって言ったら、うん、もうお医者さんが何言ったかと思ったら、私 そこまで話聞いたらそのサプリを言われるかと思ったけど、うんうんうん、えサプリっていうそんなわけないよなみたいな、うん、そしたらなんとセンナだったんだって、うん、でセンナがもう腸壁にこびりついていて、だからセンナとか、このお聞きの皆さん聞いてください、うんうん、本当センナとか、うん、もうたまに飲むならいいんですよ、うん、たまったものもう無理出ないとか言った時にたまに飲むならいいけども、出さないといけないからね、そう出さないといけないからね、うんうんうん、だけど、うん、毎日とかしょっちゅうやっぱ便秘薬とか、うん、そうそういうか、うん、まあ漢方は優しいとは言うんだけど、うん、やっぱ飲まないで自分の腸の力で、うんうん、出るような形に持っていった方が確実にいいんですよ、うん、やっぱり、うんうん、でもねその方、うん、その時に、うん、とりあえずそのサプリも、うん、なんだっけそのセンナ、はい、センナも1週間はもう飲まないでくださいって言われたんだって、うんうん、もうこびりついてるからね、そう恐ろしいです、そうだからお薬じゃないから一生飲まないでくださいではないのよ、うん、1週間飲まないでくださいって言われたんだって、うんまあね、ちょっと様子見てみようみたいな、そう、うん、だけどそのサプリで、うん、まあ腸きれいになるからかな、あていうか腸がちょ、うん、あれお腹張っちゃったんだけど、うん、お肌がめっちゃきれいになっちゃったんだって、うん、そうですね、うん、シミとかやっぱ改善されちゃったりして、うんうんうん、あんまり言っちゃいけないんだけど、そうですね、そう、そしたら、うんうん、なんかやっぱ女性だからさ、うんうん、70いくつになっても、うんうんうん、サプリだけは飲みたいって言って、うん、お医者さんに内緒で3日目だったかな4日目ぐらいから飲み出したらしいの、あのスーパーサプリ、うん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 、そしたらそこから、うん、そこからさらに3日4日だから、うんうん、飲まなく、まあ、1週間ぐらい、はいはい、もう普通に便が出るようになったって言ってたもんね、そうね、
もうハイスピードでね改善していくところがやっぱすごいんですよ。すごいよね、うんうん、だからもうねセンナなんか飲めないとか言ってもうずっと飲んでたのに、うんうん、飲まない方がいいですよ。だってへばりついてたから。そうでもね私恐ろしいと思ったそれ見えないからねお腹の中って。そうこんななってるとはまさかね。そう、うんうん、だからびっくりして。でも彼女はもう本当にそのスーパーサプリです、まあ、スーパーサプリとは彼女は言ってないけどね、うん、もう本当これ披露じゃないけど、うんうんうん、本当出会ってよかったぐらいな、うんうん、もう感じでした。うんうんうん、そうそう、ね、だから腸って大事だよね、うん、みたいなです。で、そう、うんうんうん、どうぞどうぞ。あ、どうぞ。あ、そうだからな何がすごいかってところなんですよね、うんうんうん、だから私、まあ、腸のことをね、まあ、一応勉強したんで、うん、腸の仕組みとか機能を知ると、うん、このスキンエリクサの凄さが分かるんですよね、うんうんうん、まず一つが内容がってこと。そうですね、うんうんうん、そうそう、まず何がすごいって、うん、この23株のこう、まあ、女神菌ってね呼んでるんですけれども、この何ですか乳酸菌、まあ、善玉菌ですよね、うんうん、それが入ってるっていうのがすごいんです、うん、23種類も、うん、聞いたことないよね。そう、うんうん、大体がねなんか1種類ぐらいなんですよね、うん、なんかヨーグルトとかね、うん、なんかそういう乳酸菌飲料とかね、うん、そう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 。で、うん、最高入ってるの22種とかだよ、うん、ねえ、うん、らしいんですよね、うん、ってことはもうねこれは世界一。そう、一つ増えるだけでも相当すごいらしいよ、うん、いやすごいと思いますよ。だって、うんうん、ね、私ちょっといろいろね職業柄っていうか、うん、乳酸菌サプリとかねいろいろ調べてんですけど、うん、1種類入ってただけでも本当に1万4千いくらとか、うん、そう高いんだってね。もうそんな感じね、乳酸菌ってだから高いっていうね、うん、メーカー同士のあれでね、うん、なんかそうそうそう聞くから、うん、それが23種類も入ってる、ね、どういうことだと。すごいね。そうすごい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 。まあこれにはからくりがあるんですけどね、うん、とか言って、教えしませんわとか言って教えないんだみたいな発信番組なのに教えないんだみたいな。ぶっちゃけないんですかみたいな。そう効果ぶっちゃけないんだみたいな。そうでもいい、うん、本当にいいですよ。なんか私も、うん、まあ、この年齢になると今までサプリゼロではないので、うん、いっぱいこう使ってきたので、うんうん、で、まあ、ここはぶっちゃけるけど、うんうん、まあ、エステサロンやってたのでね、はい、まあ、いろんなメーカーさんのサプリメントとかも取り扱ってきたけど、うんうん、ここまで効くものってなかったのねやっぱり、うんうんうん、でやっぱりこれ腸内環境とアヒロのさコースの話からこのサプリの話になっちゃったけど、うんうんうん、この腸内環境と糖化対策と、うん、インナービューティーが一つにまとまったサプリっていうのは今までなくて、うん、全部腸内環境はこれ、あ、そうです、ね、糖化対策はこれみたいな一個一個ね。そうそうそう、うんうん、その一個一個も大体が1万円前後だから、うん、そうそうそうね、うん、そうなんですよね。そうだからこれを全部合わせて、うんうん、他のところで飲もうとしたら3万とか4万とかになっちゃう、うんうん、なります。あれもこれもとかね、そう結局なるからね。そうだけど、うんうん、私が本当おすすめしてるのはそうじゃなくて、うんうん、もう なる適正価格、適正価格っていうかそれよりも全然安いと思う。安いね、いいんですかっていう。そう、まあでもデパートとかにも置いてないしね、だからそういう金額になってくるんでしょうけど、うんうん、でも本当に今までのサプリも悪くなかったんですけど、うん、こっちを知っちゃったら、うん、もう他のはもう飲めないって感じ。そうそうそう、だからさっきもね、うん、お伝えしましたけど、とにかく腸内環境が良くならないと、うん、だからどんなにねいい成分のね、うん、サプリ飲んでもだから吸収されないんで、うんうん、だからまず先にやっぱり腸内環境を整えるって話になっちゃうんですよ。もうそうですよね、うんうん、てかちょっと20分めっちゃ腸の話した結局、ね、そうすみません、もう語り出したら止まらない、熱くなっちゃうからね私たちそういう話、ね、そう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 、そう、はい、はい、じゃあ次は、うん、じゃあヒロさんのその、うん、とにかくそのコースがすごいということ、うん、私でもまさかあのサプリつくと思わなかった、うんね、うん、プレゼントしちゃいます、うん、ありがとうございます。私はあれだけまた最後にねちょっとこれを告知させていただきますね、うん、はい、じゃあ次のコーナーでは、うんうん、じゃあ今日もう思いっきりアドリブなので、うんうん、私なんか喋っちゃおうかな。あ、はい、そうこの間ね、うん、ちょっとお聞きできなかった、うん、なんかある、ね、そうありますあります、うん、なんでサロンやめちゃったの。あそこ那覇のサロン、うんうん、よく言われる、うん、やっぱり聞かれるんですね。はいはい、じゃあそこを、うん、じゃあ次のコーナーでは喋っていきますか、たまには。はい、はい、
はい、あっという間にね、今ちょっとね20分間というこの枠がね、超の超超超超結局ねクイズにしようクイズ今回超という言葉を何回使った数えてないから次回の時にFM のアナウンサーに言ってみてくださいぶっちゃけで超何回言いましたよみたいな、うん、数えてね、うん、そしたらここに大城さんというねとても優しいね、うん、いろいろ教えてくれる方がいるので、はい、あのその方が超って何回言ったかって数えてくれるかもしれないので、で数えられた方に、うん、よしじゃあとか言って何もないけど何回そのエリクサー一袋プレゼントとかね、一袋で一袋ってこれですか？そうまさかの、うん、まあそれだけでもね、うん、意外もういいんですよ、いいかもしれないよ。だってさ便秘の人あれ一袋なら次の日しっかり出るって言ってたよ、うんうん、そう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 、うん、本当にすごいやつ魔法の ね一袋一袋プレゼント超っていう、じゃあいきますよ皆さんとか、うん、超っていう言葉を何回言ったか、うん、あのラジオ局に言ってきてくれた方はエリクサー一袋差し上げます。一袋は 8g 入っています。はい、そして、うん、あの1日1袋からなので、うん、最低限の量ですみたいなあくまでもねあくまでも、うん、はい、ね、じゃあ後からもう一回ねそのヒロ あの詳しく言ってください、うん、はい、ありがとうございます。今日 のコースね、コース、うんうん、特別コースね、うん、特別コースね、はい、はい、うん、さああとの15分どうしようか。はいはい、あとだからさっきのサチネのね、うんうん、なんでサロンをそうですよやめたかというね、うんうん、まだ聞けてないんで私ね。そうあのね、うん、すんごい喋ってんの私いろんなとこでめっちゃ喋ってんの、うんうん、このじゃあ短いバージョンでそうそう短いバージョンで15分バージョンでそうそう15分バージョン、うん、語り出すとね多分ね4時間ぐらい語っちゃう。そうですよね、4時間じゃ足んないかもみたいな足んない4時間、うん、はいね、うん、私だからあの、うん、まあご興味のある方はね、うん、耳傾けておいてくださいね、うん、まあ、うん、湘南の方で、うん、よもぎ虫サロンから始めて、はいはいはい、あの長女がネイリストだったので、うん、ネイルサロンも一緒に併用して、うん、路面店で始めて、うん、そこから、うん、あの江ノ島の見えるところに移り、はい、同じ湘南でもね、うんうん、そこでプライベートサロンになり、うん、で沖縄でちょっとあのこうご縁があった先生がいらっしゃって、うん、バリニーズトリートメントをやってた先生がいらっしゃって、うん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 、その方に習い、うんうん、月に5日間、うん、その当時はね、うん、もう6年とか7年ぐらい前、うんうん、月に5日間、うん、来てたわけですよ、そのスクールに、うん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 、すごくない？神奈川からさ、うん、スクール沖縄に通ってすごいすごい逆バージョンですね。私も超セラピーね、東京行って。あ、そうそうそう、そんな感じ。そう、それで、うん、とてもよくしてもらい、うん、習得して、うん、もうどうせだったらじゃあもう年も年だしさって、うん、なんかずっと人のお体をやってるより、ね、教える側になった方がいいなと思って、うん、インストラクターコースまでやったわけですよ、うん、おおお、なるほど。だから一応そのバリエステ協会のインストラクター、うんうん、認定インストラクターでもあるわけですよ。教えられるんですね。そうそうそう、うん、でそれでやったけど、まあ、やっぱ現場が好きなので、もうサロンという形にして、うんうんうん、そこから沖縄ではね、うん、妹みたいにしていた、うん、人がいるんだけど、うん、その人に私がいない時は、うん、じゃあよもぎ虫とかほら、うん、開けてとかね、お部屋ちょっと空気入れといてとか言いながら、うんうんうん、部屋を借りてよもぎ虫を置いたりしながら、うん、最初はそんな感じで始めてたんだけど、うん、だん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 とさ、うん、なんか熱くなってきて、うん、内地のその湘南サロンでやってたこと、評判がいいことをこう全部入れ込んでった感じ、うん、沖縄に、はいはいはい、うんうん、そんで、まあ、ハイパー、今私もハイパーナイフ、うんうん、ハイパーナイフでずっと言ってたんですけど、うんうん、そのサロンやってる間ね、はい、うん、ハイパーナイフもそうだし、うん、でまあたまたまハイパーナイフも、うん、脂肪燃焼、ハイパーナイフって脂肪燃焼のマシンなんですけど、うん、ちょうど湘南サロンがハイパーナイフ導入した時に、うんうん、全国で5位の優秀サロン賞にそのビフォーアフターで取らせていただいたんですよ。すごい、初めて、ほんと10月にマシンが来て、10月からコーススタートして6名の方やらせていただいて、はいはい、私一人でね、でなんか取っちゃったわけ。一生懸命やったら取っちゃった。そう、一生懸命やったら取っちゃった、うん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 、でそれでわあこれすごいと思って、ハイパーナイフすごい、こんなに細くなるみたいな、うんうん、じゃあ沖縄でもって感じで沖縄にも入れてやってて、うんうん、もう一生懸命、ほら私いない時はそのセラピストさん、エステティシャンの子たちがやっててくれたりして、うんうんうん、で上野屋にも引っ越したりしてやってたんですけど、はい、そのさっきの蝶の話じゃないけどさ、うん、その時はあれだ、それがなかったから、うん、
あの私がいつも SNS で言ってるその奇跡の3プッシュっていうね、劇的にお顔が若返ってしまうっていう、はい、本当にあれ夜使うだけでっていうのがあるんですけど、はい、あのまあ、生の、ね、再生美容液ですね、うんうん、それに出会ってからは、うん、なんか私のやってる手技って何なの、うん、私の使ってるマシンって何なのみたいな感じになってきた、うんうんうん、効果はあるのよ、はい、効果はあるんだけど、うん、あの高いお金をいただいて、うん、毎週毎週通っていただくとか、うん、高いお金をいただいて、うん、少なくても月2回はいらしてくださいねとか、うん、あのこれ月1回とか2ヶ月に1回じゃ効果は全然上がるんだけど、うんうん、ピッとしてお顔も張りも出て若返るんだけど、うんうんうん、すぐ戻るわけよ、なんかね、根本的じゃないみたいな、ね、うん、そうそうそう、うんうん、だけどそれをね、うん、なんか嘘ついてるんじゃないんだけどさ、うん、ちょっと罪悪感みたいな、なんか、ね、ないよ、変な感覚、罪悪感ないよ、変な、そうか罪悪感はないけど、何なんだろうな、なんか嫌だったの、自分がなんか違うなみたいな、そうっていうか、うん、もう本当にこの美容液がすごかったから、うん、再生レベルの、うん、こっちを勧めちゃいたいなみたいな感じになって、ね、うん、で実際本当にお勧めしてたら、うん、フェイシャルのコースとかに来なくなったの、お客様もう何年も続けていらっしゃってた方とか、うん、湘南なんか特に、うん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 、ってことはさ、うんうん、なんかフェイシャルでさ、うん、1回につきさ5000円1万円2万円払って月何回も来るより、うんうん、この肌再生の美容液をおすすめして、うんうん、毎日夜お家でつけるじゃない、うん、だってお風呂上がりにさ何にもつけない人ほとんどいないんだから、うん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 、なんかニベアでも何でもさあのちゃんと化粧品にこばあの何スキンケアか、ね、スキンケアにこだわってない人でも、うん、ニベアかなんか塗ったりしてるじゃん、 なんか、はい、あ昔桃の花とかあったりとかして知ってるそれなんとなく知らなラジオの聞きの皆様、うん、50代以上は知ってますよ桃の花、桃の花ちょっと有名な感じがあったんですかね、ピンクっぽかったわけ、へ、うん、ちょっとなんか子供の時思い出すと、うんうん、なんかほのかに桃の匂いしてたのかな、どうなんだろう、分かんないんだけど、ちょっとピンク色の液体ってことですか、液体じゃない、なんかね、ギトギトしたクリームあクリームなんですね、そうギトギトしてるんですか化粧水かなと思っちゃったそう、うんうん、でそういうのとか、うん、なんだって塗るからね、人ってお風呂上がりにはさ、何かしらね、だって男の人だって今塗ってるよ、うんうんうん、ですよね、うん、そうだけどそれを、うんうん、そんな高いもの使ったりさ、うん、その辺のデパートとかドラッグストアに置いてるものって化粧品だから防腐剤が入ってるの普通に、うんうん、だって腐らないで置いてあるんだからさ、うん、防腐剤入ってる、ね、そう、うん、だけど私がお伝えしてるのは本当に防腐剤も入ってない、うん、添加物も入ってない、うん、そしてだか、うん、そしてというかだからお肌に効果がある、うん、しっかり内側に効果がある、うん、そしてみんな若返る、綺麗になる、うん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 、しかもそんな高くないみたいなエステサロン買うほど高くないとなったら、うんうん、もうこっちの方がいいじゃんって、そうですよね、うん、もし自分がそのエステサロンに通ってる側だったら、うんうん、それ欲しいもんだってですよ、うんうん、で癒しのためにさ、うんうん、たまにマッサージ行くのはいいよ、だって人の手って癒しの感じするから、そうそうそう、ね、やっぱ人にやってもらうことによってね、そうそうそう、なんかオキシトシンっていうホルモンが出てるらしいんでね、ああなんか言ってたよね、そうそうそう、だけど、うんうん、その人にその癒しほらマッサージもそうだからね、うんうんうん、人にやってもらうと気持ちいいね、そうそうそう、やっぱりなんか自分へのご褒美っていうかね、うんうんうん、そういう感覚、そうだからそれはさもちろん OK だけども、そのマシン使ったり、うんうん、まあ、美容クリニックとか行ったらさ、うん、針じゃないか、うん、糸入れて引っ張ったりとか、うんうん、ヒアロロン酸注射で入れたりとか、うん、ボトックス入れたり、うんね、嫌じゃないみたいな、ちょっとねだんだん怖くなるしね、なんかね、だってさあれ、うん、だって肌の中に入っちゃいけないもの、いけなくないんだけど、うん、そうそう、なんか怖いですよ、うん、だって異物っていうかさ、なんかそんな感じ、そうそうそう、だからあれ続けてる人ってさ、そうそうそう、年来るとさ顔ボコボコになってる、そうそう、うんうん、だから整形してるの分かるよね、すぐね、なんかやってるっぽいっていう方、やってるっぽいって分かるよね、いますよね、でも意外に本人分かんないのよあれ、あ、そうなんですね、うん、見てるからね、毎日ね、そう見てるから、うん、でも本当ごめんなさい、分かるんですよあ、すごい、私バレてますよみたいな、めっちゃぶっちゃけてもう毒舌話し出したちょっと裏側みたいなね、もう裏側してます、裏側みたいな、そうそうなんです、だからね、うん、それを思った時に、うん、まあ、エステサロンって、うん、まあ、コロナの今回の、ね、うん、去年からのあれもあるけど、うん、はっきり言って、うんうんうん、売り上げ2倍とかなんないの何やっても
なるほどね、うん、売り上げ2倍にするんだったら、うんうん、やはりそれだけのもうほんとちゃんともうすごいもの揃えて、すごい人材揃えて、はいはいはい、すごい商材揃えてって、うん、でもそこにお金がかかるわけ、また結局ね、そう、うんうん、でそういう風にしとけば売り上げ倍になるかもしれないけど、うんうん、またそれだけかかるから、うんうん、そうですね、ちょっとしんどいですよね、しんどい、かといってお客様にはもう毎回それだけかけちゃうからさ、うんうん、結局お客様はもっと高い値段を払わなきゃいけなくなったりとか、でさ、自分やもう自分が嫌だから、そういうのもう何やってんだろうみたいなね、そうそうそう、うんうんうん、でもし自分がね、もしそういうエステサロンに通ってて、うん、なんかすごい綺麗になったここみたいな、うん、なんかすごい、なんか何このプロフェッショナルなエステティシャンたちみたいな、うんうん、軍隊みたいに働いてる いっぱいいるの、軍隊みたいに働いてるとか、これもめっちゃ軍隊軍隊エステティシャンが軍隊だったみたいな、そうそうそう、うん、もうすごいの本当に、終わったらもうクロージングに入るわみたいな、なるほどね、そうそう、パッパッパッパ動いてみたいな、うん、でもそれってすごいことだよ、うん、すごいなって、この人たちやっぱりすごいやる気あるし、うん、向上心あるなってことなんだけど、でも、うん、私たちお客様は、うん、やっぱり本来だったらさ、うん、あの安くて効果があるものが一番いいんだけど、うん、でも、うん、あのある一定の頃、自分は逆だったのね、例えば、はい、うん、高いお金を払ってでも効果があればいいっていうタイプだったの、うん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 、その価値がね、そう、価値が得られれば、うん、そうそう、だけどこれって高いお金払ってても効果あるっていうのは、うん、まあ、毎週とか2週間に1回とかでは続かないことで、うん、やっぱりそこでいろんなところで妥協もできてくるし、うん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 、そしたら月1回でいいから高いお金ね、うん、3万とか5万とか出して、うん、もう効果あるならいいわだったけど、うん、それもさ永遠続けるのみたいな、うん、うん、なったらこの美容液1本出されて、うん、お家で夜塗るだけですよって、うんうん、この本当ビフォーアフターの通りにみんななっちゃうからさ、うんうんうん、私お伝えした人みんな綺麗になっちゃったよ、そうですね、矛盾なく、うん、もうシンプル、シンプルにそういうことですよね、そう、うんうんうん、だからもうそれで、うん、あのやめようと思って簡単、うん、あでもやめますね、やめますねっていうか、もうそう自然の流れというか、そう、うんうん、そう、それでね、私にこの美容液を教えてくれた人がね、うん、大先輩いるんだけど、うん、74歳のもうすごい素晴らしい人なんだけど、この方がね、はい、去年コロナの時、私沖縄行った時電話で話してて、うん、さあちゃんどう沖縄みたいな、うん、いやもうこれこれこれで、まあ、コロナで緊急事態も出ちゃってるし、うん、まあ、ホットペッパーからのご予約はほぼほぼキャンセルですよみたいな、うん、でも不思議とやっぱり、うん、緊急事態が解けると一気に予約は来るわけよ、うんうんうん、だから本当売り上げ的にはそんな変わらなかったんだけど、はい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 、いやもうコロナでなんとか出てさっちゃんさとか言って、うんうん、今さエステサロンやってる時代じゃないとかさボソッと言われちゃったわけ、うん、もう対面のね時代じゃないし、う、うん、だですよねみたいなもう納得しちゃってもねそう、でもなんかやってたけどね、うん、その時にはあ、まあね、ずっとね続けてらっしゃったからね、そうやってたけど、うん、今年年明けて、年明ける前からなんかやる、うん、どうしようかなと思って、うん、年明けた時に、うん、やっぱりこの効果がすごいから、うんうんうん、あもうやめちゃおうと思って、うんうんうん、2月にみんなに言って、うんうん、4月にクローズしたでも分かる、この後押ししてくれる感じだってすごいから、うん、そう、こう、そうなの本当に、そうそう、だからでもねもう良かったこれで、お客様にはご迷惑かけちゃったのかもしれないけど、うんうん、今でもご縁あったりするし、うんうんうん、でやっぱりこれ今からこうお伝えして使ってくれる方たちみんな綺麗になって、うん、で茶壇のさ私のあそこに来たら、うん、ヒロさんも分かると思うけど、うんうん、ほんとひっきりなしにこうお客さんがね、そうそう、ヒロさんもそうだし、うん、ヒロさんのねご紹介の方もそうだしね、うんうん、連れてきてくれる方もね、うんうん、もうそんな感じで楽しいですよ毎日ね、楽しい、うん、そう、それで家賃払わなくていいとか商材払わなくていいなんか思ってたらそうそうそう、すいません懐も楽しくなってきましたみたいな大事大事ぶっちゃけちゃいますけどみたいな、うんうん、そうそうそう、うろっちゃってね、そんな感じでございます、うん、なるほど、はい、ありがとうございました、ただ単にそんな感じでやめましたもう納得ですね、でもねはい、うんうんうん、そうなの、でもね、うんうん、まあいろいろまあものはあるけどね、うんうん、本当になんだろう、この選ぶのは自分、うんうん、何をチョイスするかっていうのは、そうそうそう、うん、そこはね、そうだよねって感じ、うん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 、だから、うん、素直な人ってさ、うん、何でもかんでも良くなるって言うじゃない、そう、あれ本当だなと思う、思います、私も素直最強、そう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 、ね、うん、なんか素直な人だとほらいいよって言われたものはへえそうなの、うん、じゃなんかこれいいかもしれないと思うしさ、うん、あそこのパスタ屋さんおいしかったよ一緒に行ってみない、うん、おいしかったの行ってみたいっていうしさ、うんうん、でもこれさ素直じゃなかったらさあそこのパスタ屋さんおいしかったよって、うん、そうあそこよりさこっちの方が多分おいしいと思うよって言ったことないのに言っちゃったりする人いるじゃん、うん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 、
だそうじゃなくてやっぱ素直が一番だと思った。そうですね、だからなんか出会いっていうかね、だからチャンスをつかむつかまないみたいな、そんな話ですよね。だから、うん、あそうだね、なんかあれなの、なんだろう、この素直とかさ、そういうのがあるけど、なんて言うんだろうな、素直じゃない素直な、本当は素直なんだけど、なんか素直になれない人っているじゃん。なんか天の弱的な感じですか。あ、そういう人ってどうなんだろうね。もったい、いやその今のチャンス逃しちゃうのかな、思いますけどね。もったいないね、そしたらね、皆さん素直になりましょうね、あのいいものもいろんなサムシンググレートでいろんなことがこう思い浮かんだりとかね、言葉に出たりとかね、目の前にパッと素敵なものが現れたりとかね、王子様は現れないかな、現れると思いますよ。あ、そういう人は、そういう人はね、聞きましたか、独身女性の皆様王子様も現れるそうです。引き寄せですからね、はい、そうそう、でも本当引き寄せだよね。まあ今日はヒロさんの腸の話から始まり腸、はい、を何回言ったかっていうのと私のエステサロンってさみたいな、そこからそこに入り、最後には、素敵な王子様の話になりそうですいい感じにしまったんじゃないですかそうですね、はい、じゃあそろそろ今日の楽曲を用意していこうかなとか思ってるのでお待ちくださいね、はい、ということで今日は私とヒーローの本当にぶっちゃけたところもありながら、はい、真面目な蝶の話もありながら、王子様に至るまで、はい、あのいろんなことを話しましたけども、はい、このラジオの聞きの皆さんいかがでしたでしょうか、はい、そして、まあ、最後締めるんですけれども、はい、あのヒーローの本当そのコースがいいと思うので、はい、もう一回言っていただくのと、あとね今度ヒーローさんの時にゲスト出演の先生が星読みの方なんだよね、はい、そうですね、なんかね、星座とかそういうの、そうです、西洋占星術ですね、はい、なのでその時ヒロさんのね今度、あの担当の時にね、あの面白いお話が聞けると思うので、じゃあその辺 の、 あの、ちょっと告知をしてください、ありがとうございます、はい、さっき出ましたけど私、まあ、腸セラピストとして活動してまして、もう今回特別メニューをね作りました、特別コースですね。で、まあ、タイトルがですね、1ヶ月短期集中、腸内環境劇的改善大プロジェクトというすごいのすごそうやりました、宇宙的、まあ、そう、もう1ヶ月でなんで、まあ、週1ぐらいのペースでだから4回ですね、私の腸セラピー90分の腸セラピーに、まあ、よもぎ虫をプラスして、あとお食事とか生活習慣とかね、そういうのもアドバイスさせてもらって、あとはそのセルフケアですね、腸もみの、自分でできる毎日お家でねっていう方法も教えるのと、一番はそのスキンエレクサっていうさっきのすごいサプリメントを一箱プレゼントしちゃいます。はい、そこはすごいと思います、私本当に。そう、はい、今8月生を募集しておりまして、料金がなんと4万円なんですよ。そうやばいね、すごい安い、
って言っていただけて、うん、本当そう思います。本当にそのぐらいな感じで、本当になんていうんですかね、皆さんにとにかく早く知ってほしいから、ちょっとそのお値段でやらせてもらってるんですよ私、うん、はい、うんうんうん、ということになります。はい、ありがとうございます。ヒロさんと私が今日お送りいたしました、はい、で今日の最後の曲は、うんうん、久しぶりに私の、はい、未来の、うん、旦那様ですね。知る人ぞ知る、ね、ほとんどの人が知らないみたいな。はい、桑田佳祐さんの、うん、ちょっと元気にいきたいかな、うんうん、明日へのマーチ行ってみたいと思います。お願いいたします。はい、バイバイ。今日もありがとうございました。ありがとうございます。